大丈夫ですか。それでは、予選じゃないや、1回戦 B 組スタートしたいと思います。それでは掛け声、コウさんお願いいたします。はい、はい、それではいきます。3、2、1、スタート。はい、エンさんがスタートいたしました。この次、ひよこさんが1分24秒後にスタートとなります。今回、エンさんと、ひよこさんとが、完全初参加という形で、スタートいたしました。ナムさんは多分マスターズは あるんだ、何回か経験があるそうなので、でもかなり久々の。あ、そうなんですか。そうなんですよね。期待しましょう。さあ、さあ、エンさんこれ順調ですか。順調ですか。全然こっちからしか見えないんでそうですね、全く乱れはないです。はい、こう、さあ順調に進んでいますここは意外とあれですね、そんなに大きい班ではない感じで、777さんが最後のスタートでどれぐらい、いや、なんか1分後、2分後とかそんな感じでちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、エンさん100通過しました。エンさんが、そしてひよこさんが今スタートしました。その15秒後にナムさんがスタートいたします。はい、ナムさんが今スタートいたしました。さあ現在トップの、エンさんは140。あ、全然地形も綺麗ですね。綺麗ですね。まだ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 ですね。全く乱れないです。お、そしてあたろうさん5秒前になります。ちょっとひよこさんが少しちょっと乱れてしまいましたが、まあまだ100なので、あたろうさんスタートしました。あ、今スタートいたしました。最近自己ベストを更新したあたろうさんですから、ここはやってくれるでしょうと申しておりますね。いやいやいや、まあ、あのこの2人はよくやり合ってるらしいのでいろいろといじってやってた方がいいんじゃないですか。まあ、そしていい、はい、サルさんがあと5秒後にスタートいたします。はい、サルさん今スタートいたしました。エンさん200通過しました。はい、ひよこさんが100通過。はい、ちょっとマイクの方変わっております。あ、で、まあ、戻ってきちゃったはい、コーリアさんが今スタートいたしました。現在トップのエンさんが240差となります。さあ、この20秒後ぐらいに最後の、777さんがスタートいたします。はい、5秒前です。はい、今スタートいたしました。これで全員スタートした形となります。トップのエンさんが280。さあ、ざっと見た感じ、皆さん全然地形は綺麗な感じですね。そうですね、ちょっとコーリアンさんが高いかなぐらいで、まあまだまだ大丈夫でしょう。はい、エンさんが300通過しました。エンさん300通過、ひよこさんも200通過いたしました。あっと、あ、危ない、ここは危ない、九死に一生得ました。あ、サルさんが、まさかのサルさん棒が刺さったまさかの窒息、まさかの窒息120 1分29秒で窒息してしまった。完全に事故な感じですね、今のは。まあ、まだ敗者復活戦ありますし。そうですね、敗者復活があるので、まあまだまだ気を落とさず頑張っていただきたいと思います。はい、さあ、ナナさんも綺麗に戻して、あー、ちょっとまたやってしまいましたね、ずれてる感じで。ちょっと高いかな、ナナさん大丈夫か、これで。
かなり厳しい。大丈夫か。さあ持ち直してほしい。そして今トップの円さんがそろそろ400に入ろうとしています。少しレベルストップしていますね。円さん400通過しました。ちょっとレベル通過しました。あ、そして77さん見事に回復しております。77、はい、さんちょっと100の通過タイム遅かったように見えたので、ここから挽回を期待します。もしや、ラムさんがクソクソと連発しておりますが、どうしたんでしょうか。あっと、棒が棒刺してしまった。止まってしまった。これは致命的だ。あー、ラムさんここでまさかの窒息だ。いやなんか今のは事故が2回続いた感じで、かなり荒れてますね今日。さあどうだ。エンさんがかなり下の方で綺麗に積んでいる。で470、皆さん地形は大丈夫だ。そして2番手ひよこさんが400今入りました。それを追かけるあたろうさんが340、そしてコーリアンさんが290、そしてなんとか持ち直した一番最後のナナさんが250。エンさん 20G 突入しました。お、エンさん 20G 入りました。さあ逃げ切れるか。さあどうでしょうか。そして2番手の、ひよこさんも今450、もう少しで 20G 入ると思います。地形も皆さん大丈夫そうだ。最後にスタートしたナナさんが今300入りました。そしてアタロウさんが今400入りました。追っかけるコーリャンさんは360。さあどうでしょうかね。コーリャンさんがちょっと高い。ちょっと高いですね。これは厳しかった。コーリャンさんもここでまさかの窒息。382、ここで窒息。 B 組波乱。はい、ちょっと実況変わりました。実況変わりました。ちょっと何やってるか分かるわけ分かんなかったんですけど、すいません。どうでしょう。今トップはエンさんが今600に突入しましたね。で2番手のひよこさんが550、レベル差50から60ぐらいか。3番手が当たろうさん。さあ3番手の当たろうさんが今490台、そして4番手の7777さんが440台。さあ3人脱落してしまったので、あと1名脱落で、2回戦進出の、3名が決まるという状況になっています。ちょっと今回荒れ模様になっておりますけども。さあちょっとひよこさんが危ないかな。ひよこさん大丈夫かな。ここはなんとか600台には突入しているが、さあトップを走っている、エンさんはかなり地形安定しています。盤石の構え。さあしんがりの77さんがレベル500を通過。タイム4分59秒ぐらいだった。あまりやはりピンチがあったからちょっと遅かったかなっていう感じですか。さあ太郎さんがレベル560台。さあひよこさん大丈夫なのか。ここはしかし棒を持っていけない。厳しい。ああ645。さあこれで777さんとアトロさん645を超えれば、2回戦進出が決まりますが、さあどうでしょう。アタロさんもちょっと地味に嫌な地形になってる。いやまだレベルを何て600いくつでしたっけ。645でした。645を超えると、はい、進出ですね、はい。さあトップを走っているエンさんはおっと真ん中がちょっと高い。この地形は意外と厄介かもしれない。おー、さあちょっとミスが目立ってきている。さあエンさん大丈夫なのか。さあここは水色を引く前に、まあ、妥協決勝した。アタロさん左を見た。左を見ている余裕があるのかアタロ。
トップの円さん770台。さあちょっと一人旅になっている2番手のあたろうさんとのレベル差100以上あるが、しかしちょっと窒息のピンチ、かなり地形が高い。これはどうさばくか。さあなんとか縦穴を通したいところだが、しかしこれは通らない。オレンジを引けないままレベル800に突入したが、ここは刺さってしまった。残念、805。さあ1回戦 A 組について、 B 組ももうすでに5名窒息という波乱の1回戦になっています。さあちょっと4台使っているのに、左下の1台しかプレイしている人がいません現在。あたろうさんと777さん、1P があたろうさん、2P が777さんの2名が今、さあ争っております。レベル差もかなり詰まってきました。あたろうさん逃げる。さあどこまで逃げられるか。あたろうさん早く S8 になって777さんのレベルの下一桁を消したいところ。今消えた。今さあ777さんのレベルの下一桁が消えましたが、さあレベル差はだいたい15程度ですね。これはさあ15は厳しい。さあ777さん770台。さあしかしあたろうさん地形も完全に、もう完全にテトリス狙いの地形にはなっている。さあここでちょっとレベルストップがあったぞ。あたろうさん800を通過。さあそして777さんレベル、レベル、そうですね、スムーズに通過しましたね。さあちょっと集まってきましたね。今810台で並んでいるシーンがありました。さあ10ないくらいになりました。さあ777さんもちょっと地形高くなっている。さああたろうさんはもう盤石の構え。さあこの2名、さあこれ分からない、これでも分かんない。さあ777さんちょっと崩れてきたぞ。さあどうなんだ。あたろうさんも高いが、あたろうさんはテトリスを決めることができる地形。さあ大丈夫か、地形を削っている。まだレベル差10程度10弱という感じか。盤石の地形ですね。そうですね、あたろうさんも完全にテトリスを狙っていける地形。これが意外と差が詰まらない。さあ777さんは復活に時間がかかる。さあどうだ、ここはスムーズにレベル通過を決めたいところだが、さあレベルストップしている。さあ棒を引かないと、これは棒を引かないと通過しない。なんと900通過、777さんがレベルストップだけで逆転してしまった。これがあたろうさんと777さんとの差です。もうこれ間違いないですね。この差は大きいですね。ちょっとこのあたろうさん痛かったですね。898でテトリスを突っ込んだら2列にしてきたんですけどね、はい、本当にここはもったいないというか、勝つチャンスを逸してしまったあたろうさん。さあ地形も高くなってきている。ここは窒息のピンチ。しかしオレンジを見事に引いた。さあもう完全に立場が逆転した777さんとあたろうさん。あたろうさん、さあなんとか、さあ下を掘り返したいところだが、ここの水色953。ああ一気に崩れ去ってしまったあたろうさん。こんなに気持ち悪い。というさあなまあまあ、レベルストップが全てでしたね。あれはちょっと痛かったですね。あれはちょっと痛すぎですね、はい、さあそして773ここで見事に GM 9分41秒は、まあ、773としてはちょっと不満の残るタイムかもしれませんが、まあ、唯一、GM を出された